太古に神々がいた。神々は人間に雨を降らせ、時には人を生き返らせた。人間は神々を崇拝した。神々のことを称賛し、心から敬った。しかし、人間の畏敬と賛美は、いつしか神々が持つ力への渇望と欲望へと変わっていった。手に入れたい。600年の間、畏敬と賛美という名のもと隠れていた人間の欲望は、その力の根源を見つけた瞬間、真の姿を現した。我々も神になれる。人間たちはそれまで崇拝していた神々を魔族と呼び、皆処断し、力の根源を奪い取った。新たな国と宗教が作られ、以前の神々と同じく多くの奇跡と脅威を与えた。何も変わったところはなかった。神々が姿を消したこと以外は。しかし、いつからか魔族と人間の間に生まれた子供たちの中で、時々完全な魔族が生まれた。彼らは魔女と呼ばれ、生まれてすぐに殺されたり、森の深くに捨てられた。その中で生き残った魔女たちは、魔女狩りから自身を守るために、自ら強くなるしかなかった。葉っぱを
し、逃がしちゃった。捕まえたよ。ウサギを探そう。